うわぁ、バックス負けた、1回戦で負けた。前半で30点差。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、メッタです。NBA プレーオフ盛り上がってますね。はい、現時点でね、あのカンファレンスセミファイナル東西の4強、トータルまあ8強という、ね、状況から、いよいよ各2強に絞られたカンファレンスファイナルに突入するところなんですけれどもね、まあ予想通りなところがおそらくまあ半分くらいで、あのもう半分はね、もう下克上下克上で、なんか例年とは違うね、なんかすごい年になっているのかなというふうに思うんですけれども、我らがね八村塁選手もね、あの勝利に貢献したりとかっていうのね、非常に嬉しいね快進撃をね繰り広げているところなんですけども、まあこんな感じでね、はい、ちゃんと、ね、あの買いました。まあちょっと高かったですけどね。そしてね、はい、今年あの活躍しておりましたね渡辺雄太選手のユニフォームもね買っております。はい、この通りね、はい、まあちょっとね、ユニフォーム、まあ、高いんですけど、ね、あの、やっぱ、必要経費ってことで、ね、まあ、節約と言ってましたけど、もう、これとこれはもう別です。はい。なんですけどもね、あの、私、1ヶ月くらい前のね、ライブ配信で、まあ、こんなこと言っておりました。デンバー、サンツ、ここか。ここか。まあ、エースパワーで言ったら、やっぱサンズなんですけどね。まあ、ね、その、優勝予想のこと考えたらね。あ、サンズなんですよ。さあ。これで、こうなりましたけど。なんだろうね、やっぱ CP3 優勝してほしいのかな、俺。まあ、うん、バックス予想ね、多いのは分かってますけど、分かってるけど、ここで願望一つ。まあ、入れちゃうみたいなね。すいませんでした。またやってしまいましたね。はい、あの去年と全く、ね、同じファイナルの予想、そして優勝予想だったんですけれども、ね、残念ながら、ね、あのバックスはファーストラウンドで、サンズも、ね、カンファレンスセミファイナルで、負けてしまいました。まあ、バックスの、ね、ファーストラウンド敗退も、まあ、結構な衝撃だったんですけど、サンズですね、まあ、やっぱちょっとデュラントを、ね、獲得トレードでねした対象は結構大きかった感じもしますし、クリス・ポールもエイトも怪我してしまったっていうね、自分がね一番今優勝してほしい選手なんですけどね、クリス・ポールって、なんかあんま願望を入れるとね、なんかちゃんとした予想がなんかできなくなっちゃいますね。今回何するかと言いますと、あのサンズってあのとは動物じゃなくて、あの太陽の意味なので、ちょっと今回は趣向を変えて、相手のナゲッツをね、ヨキッチに、敬意を表しまして、ね、サンズを下したね、第6戦のスタッツ、32得点、10リバウンド、で、これがわけわかんないですけど、12アシスト、センターですよ、はい、一応言っとくと。それから、3スティール、1ブロックっていうのが、まあ、ね、この試合の主なスタッツだったんですけども、合計すると58、この数字をね使いまして、こんなものをね調達してまいりました。それがこちら、うわー、でっかいな。このマックのね、でっかい袋、これが何を意味するかと言いますと、開けてみましょう。はい、みんな大好き
キンマックナゲット、この大きさは15個入りですね。うわー、チキンマックナゲット好きなんですよ私。たまに無性に食べたくなるね、あのなんていうか食感というか味というか、チキンマックナゲットといえばね、このディップソースもついてくんですけど、ね、ちょっと量が多すぎてああでですね、この15個入りが、4箱あるってことは、計60個ね、さっきヨキッチのねスタッツ足したら58だったので、まあ58個分ね、デンバーナゲットナゲッツってまあ金塊って意味なんですけどまあ単なるダジャレですヨキッチをね、ことをちょっと考えながらちょっとこの58個ね、まあ淡々と食べようかなという、ただそんな企画でございますね、YouTuber さんがね100個を食べる企画なんていうのも、ね、何個かねちょっと見ていましたけど、結構きつそうだったんでね、まあ今はねちょっとまあお腹バスケした後でお腹空いてるんですけど、果たしてどうなるかね。ちなみにねバックスの方もね、まあなんか供養しなきゃいけないかなということで、この間北海道行った時にねジビエ料理をね扱ってる焼肉の店があって、ちょうどそこにね鹿肉が置いてあったので、ね、鹿肉はそこで食べたんですけどもね、ツイッターに載せてますこのソースもね、定番のバーベキューマスタード以外にもこんな風にね、タンドリーチキンカレーソースと焼きトウモロコシ風ソースっていうのがあったんですけど、今5月中旬なのでちょっとギリギリだったので、この2種類ソース置いてなかったんですよね、置いてなかったので、まあだからちょっと家にあるねものを使ってね味変をちょっと楽しみながらね、なんとかね食べきりたいというふうに思います。じゃあね、ちょっとひとまとめにしたいと思います。こぼれこぼれる皆さんやばいですこれ。いや夢のようにも見えるけど地獄の山にも見えるないや思ったよりこれ、まあ、小さい紙皿にね山の上乗っけたら本当にこれやばい量ですねこれ。いや食べますよ、ちゃんと食べますからね、はい、フードロスはねもう絶対ダメです。てかまずはねこのバーベキューソース、もう定番中の定番ですけどね、バーベキューとマスタードがね、まあやる通常ラインナップですけど、まあ私は好きなのはバーベキューですね。もちろんマスタードもね好きですよ。ではまず、1個目いただきます。うん、やっぱうまいうん、なんか安心する味ですね。じゃあもう2個目も、うん、一気に飲め込めないのがちょっと辛いかもしれない。はい、では次はマスタードソースもいただきます。うん、これもやっぱ味変としてはすごくね、パンチが効いていい、ね、味だと思ってます。本来のね、一箱分、5個食べましたけど、噛んでる時間が思ったより長くて、これはちょっと、満腹をお知らせするサインがちょっと、早く来そうな気がするんですけど。ね、まあ、まずまた続けていきましょう。10個
うん、まだまだですね。まあね、うん、やっぱ噛んだ回数でなんかだいぶ満腹感がなんかだん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 満腹メーターが上がってきた感じがするんですけど、まあ気にせず行きましょう。よし、20個食いました。どうでしょう、あんまり減ってる気がしないんですけど、うん、でもね、この手前側から攻めたから、うん、この辺の山はね、結構削られてきた感じはありますね。まだ入りますよ、まだ入るんですけど、うん、味はちょっと限界に近くなってるかなって思います。っていうことで、はい、こっからはね、味変タイムといきましょう。はい、まずはね、このマスタード、ね、これにちょっと、市販の調味料をね、加えたいと思うんですけど。はい、というわけで、カモン、マヨネーズです。定番といえば定番かもしれないですけど、まあ、今回はね、マスタードとマヨネーズ、まあ、からしマヨみたいな感じで、ちょっと和えてみたいと思います。マヨネーズをね、入れていきます。おお、なんかもうすでにもうこれ絶対うまいやつじゃないですか。こうやってすくっていっぱいにしてね、いただきます。まずいわけがない。うまい。よし、いくぞ。はい、じゃあね、どんどん味変いきましょう。次の調味料、カモン、ケチャップっす。まあ、定番その2ですね。ってことで、これは直接かけて食べましょう。3個ほどいただきます。うん、バーベキューとは違う、やっぱり、ね、あのパンチの効いたやっぱ感じしますね。ピザソース、まあ多分ケチャップとは違う味合いになると思うんですけど、いただきます。うん、全然違うな。はい、トマトはトマト。うん、まだ口の中にいますけど、これで30個達成であります。だいぶね、まあ、減ってきましたけど、この減ってない方の絶望感がやばい。ここまでね、結構勢いで食ってきましたけど、満腹メーターがちょっと上がってきてるのやっぱ感じますね。いやー、これ一気に食い切れないかもしれない。もう脳前何やっとなりそうな感じ。ね、後半からね、またね、ゼロからのスタートって思って、ね、ある秘密兵器をね、ちょっと投入したいと思います。カモン。はい、ヨキッチの大好物、コカ・コーラです。NBA 入りする前はね、毎日もう2、3リットル、コーラをね、この飲んでたそうですけど、NBA ね、の動きについていくために、ね、もうコーラは一切ね、やめて、私もね、まあ、一応減量中ではあるんですけど、ね、まあ、今回はね、まあ、もうこれ60個食ってる時点で、もうチートデイですね、もうチートデイなんで、好きなものをね、しっかりと投入して、ね、この60個チャレンジを、ね、成功させたいと思います。では、乾杯。ダメだ、やっぱ炭酸ほんと飲めなくなってきたな。好きなんだけど売ってきちゃうな、もう。いや、これを毎日2リットル以上飲んであって
どんな暮らしだったよね、本当に。それで、ね、リーグ、あの NBA でね、ドラフトも20名指名で非常に評価低かったんですけど、セルビアのぽっちゃり青年が、といっても、まあ、セブンフッター、ね、あるから、まあ、ただのぽっちゃりじゃないんですけど、まさかね、2年連続で MVP 取って、まあ、NBA のね、顔の一人にね、もうなりつつあるっていうのが、ね、ほんとすごいストーリーですよね。ね、そんでもってね、こう60個分で用意しなきゃいけないほど、ね、得点以外でもね、このリバウンドアシストの、ね、この、まあ、特にまあアシストですよね。自分もね、結構このヨキッチのね、プレイスタイルは、ほんと好きで、ね、まあ、身長ね、自分そんなないですけど、味方をね、まあ、センターからでも活かせるっていうね、のと、ね、シュートレンジも広くて、ね、ポストプレーもね、もう機敏にこなすってことで、身長は真似できないですけど、それ以外だったらね、真似できるところあるんじゃないかなっていうようなね、そんな親近感をね、勝手に抱いてるっていう感じですね。よし、後半戦頑張りましょう。はい、ちょっと温め直してきました。時間かかるんでね、結構これ収録も含めて、噛む回数で、噛む時間で結構時間取られてるんで、はい、では後半戦はね、ちょっと前攻めでいきます。今回はこちらバーモントカレーってありますけど、カレーパウダーですね。はい、まあ塩コショウもあるんですけどね、結構まあ目玉焼きとか塩コショウじゃちょっと飽きてきたなっていう時に使うのがこの、ね、カレーパウダーなんですよね。パパッとパーって、おお、マヨネーズも言いかけまして、これでつけて食べてみます。今回ね、タンドリーチキン、カレーソースがねちょっとなかったので、ね、これで代用します。じゃあいただきます。やっぱカレー何でも合うねいや、これも進むな、でもちょっとあんまりマヨネーズの摂取はね、ちょっとやりすぎるとあれなんで、ほどほどにつけますね。35ですね。はい、つまりちょっと時間を止めると、ね、満腹メーターが100超えちゃうんで、ちょっとすみません、食べながらですけど、次いきますね。はい、次もね、マヨネーズをベースに、はい、じゃーん、わさびです。ちょっとあんまり入れすぎると、ね、ツーンってしちゃうから。よっ。これくらいにしときます。で、これで、あ、結構マヨネーズでまろやかになりますね、わさびの刺激が。うん、もうちょい入れてもいいかもしれない。40いったはずです。うん、あと3分の1。うん、いや、正直言って言ってた、きつい。うん、100きましたね、これ。いやー、ね、もうお腹が溜まってんの分かるし、もうナゲットがどんなにね、味変しても元のナゲットは一緒ですから脳がやめろと言ってますちなみにもう味変のネタはありませんあー、でも一つだけ試したいのはあるな。うん、あ、醤油です。醤油マヨなら全然大丈夫でしょう。よいしょ。ゲップが始まったら、今日やめとけというサインだと思うんで、潔くやめます。今日はね。いや。
うん、やっぱ、うん、今までとちょっと違いますね。うん、あの醤油のあっさり感が、うん、あの逆にマヨネーズ、ナゲットを含めて、うん、なんかいい感じにその脂身を和らげてくれるっていうか、うん、やっぱ醤油も万能ですね。しかし、お腹がすくわけではない。ちょっともう一個だけ。うん。そう、今42か43か、うん、まだ、うん、あの得点リバウンドは行ったけど、残りのアシスト、ブロック、スティールがまだだ。いやー、もうユキッチさん、スタッツ稼ぎすぎですよ、ほんとに。ちょっと、一回の、食事ではダメでしたね。ってことで、ちゃんと時間を置いてから、ね、残りは食べることにします。もう声もやめとけ。リバースレイアップするぞ。夜が明けました。おはようございます。ということでね、残りラストスパートいきます。で、今回はね、まあ、原点に戻りまして、残り15個このバーベキューマスタードでね、ラストスパートに、ね、行きたいと思います。うん、いや、やっぱバーベキューソースうめえな。一周回ってうまい。はい、最後にね、まあもうお腹に余裕はあるということで、ナゲットだけではね、もう本当に不健康になっちゃうので、じゃーん、ご飯です、ね、残り、ね、まあ午後になったところでしっかりとね、まあ、エネルギーになる、ね、まあ、炭水化物をねしっかりと、ね、一緒に取りまして、ね、健康で朝を迎えましょう。嘘です、野菜もちゃんと食べましょう。いくぞ、ラスト5個。やっぱうちの米はうまいっすね。あ、実家農家です、はい。はい、ラスト、最後の一口いただきます。60個完食。2日かかっちゃった。やっぱり普通に食べる分にはやっぱ15個で十分かもしれません。一箱で。そう感じるね、今回のね、60個チャレンジした。いやー、よきっちすごすぎだろう。いや、そうじゃない。ね、100個食べようとしたらね、 YouTuber さんはまあ、あまりにも無謀でなことにチャレンジしちゃうんだなというのを改めてもう身をもって感じましたね。まあ、来年から予想は、まあ、堅実にいきましょうかね、はい。ともかくね、電波ナゲッツ、あるいはね、ヨキッチにね敬意を表するチキンマックナゲット60個チャレンジは、これにて。ご視聴ありがとうございました。